原料となる鉱物を採集するクエストよ。早い者勝ちだから気合い入れてね。今回は絶対に負けませんわ。このクエストの報酬はとても素敵なティアラですもの。そこの方、手を引いていただければ現実で見合った額の報酬を差し上げますわ。私、では他にどんな方法がありますの？仕方ないですわね。そういうことなら望むところです。東堂の名に恥じぬよう必ずあのティアラを手に入れてみせますわ。まだ足りませんの？もう200個も鉱石を採集しましたわ。800！ でも負けませんわ。必ず手に入れますの。最終がこんなに大変なものだなんて知りませんでした。とても嬉しいです。18年の人生で一番の喜びですわ。部屋に飾ることができないのがとても惜しくてたまりませんわ。そしてこれが庶民の喜び。目から鱗です。あなた、いえあなた様、これからも庶民のことをいろいろ教えてくださいませ。そうと決まれば町に戻りましょう。楽しみですわね。少しお時間よろしくって。ヘリだ。窓の外にヘリがいるぞ。あー、なんでなんで。おい、屋上だ。屋上に着陸するぞ。皆さん、お騒がせして申し訳ございません。私は東堂明乃ですわ。以後お見知りおきを。東堂、もしかしてあの世界的な大富豪の。でもそんなお嬢様がなんで。やはり東堂家の意向はこれほどまで庶民に知れ渡っているのですね。ところで一つお尋ねしたいのですが、こちらにいらっしゃいますの？そこのあなた、もしや！お手洗いに行きたいんですの？やっと見つけましたわ！
アストルムでお伝えした通り、庶民のことをもっと教えていただきたくやってまいりました。ご心配には及びませんわ。私は好きな時だけ学校に行けばよいので。秋野様が通っておられる学校は東道家の多額の寄付で成り立っているので問題ないのです。なるほど。では授業がなければ問題がないということですわね。ここの責任者はどなたですの？今日の授業をなくしていただければ東道家が特別な報酬を。いや、効率ですので、そんなめちゃくちゃなことを言われても。頭の固いお方ですわ。わかりました。では知り合いの総理大臣にお願いして。あなた様がそこまでおっしゃるのなら仕方ありませんわ。今日はこれで帰るといたします。行きますわよ。はい。では皆さんごきげんよう。放課後職員室に来なさい。またヘリが来た。お約束通り日を改めて参りましたわ。行きますわよ。庶民が放課後によく訪れる場所へ私を案内してほしいんですの。場所はあなた様にお任せしますわ。こんな使い方を見たのは初めてですわ。庶民に広く開放しているなんて、なんて心が広いお方なのかしら。こちらはどなたのお庭ですの？公園？それは失礼いたしました。そんなこともわからないなんて、私としたことが自ら舌を噛み切ってしまおうかしら。お姉ちゃん、蹴って。かわいい子供ですわね。蹴ればよろしいのね。行きますわよ。バカにされたままでは東道家の恥、一生の不覚。私も仲間に入れていただきます。あなた様も一緒にやりますわよ。少しお腹が空きましたわね。ん？あちらの方から甘い香りが。あの車は何ですの？とても美味しそう。
心配には及びません。私と一緒に遊んでいただいたお礼として差し上げますわ。やったー。はい、お待ちどうさま。香りはいいですよね。肝心の味ですが、これほどまでに美味しいものがあるなんて、これは人生において一度は食べておかないと損ですわ。公園にいらっしゃる皆さん、遊んでいる場合じゃなくってよ。私、東堂明乃が今から全員にクレープを振る舞って差し上げます。これくらい私の家の使用人の数に比べれば微々たるものですわ。さすが世界中にグループ会社を持つ東堂家のお嬢様、太っ腹だね。けど天下の私といえど、さすがに一人で作るのは大変そうだな。というわけで少年も手伝ってよ。もともと少年があの子を呼んできたからだし、それに困った時はお互い様様でしょ。じゃ決定。秋乃ちゃん、本当に全員分作っていいんだね。もちろん、私に二言はないですわ。うー、かっこいいね。さあみんな並んで並んで。つべこべ言ってないで、ほら列の整理よろしく。うん、ご苦労。そんじゃまったね。どこなのかしら。ここがどこかさっぱりわからないですわ。ここら辺一帯を全部さら地にしてしまいたい気分です。あのすいません、大変失礼ですけど、道に迷っておられます？そんなことありませんわ。お手に持ってる地図の場所に行こうとされてるんですよね。まあそうですわ。方向全然逆です。そうでしたか。私としたことがお見苦しいところをお見せしてしまいましたわね。あもしよければご案内しましょうか。いえ結構ですわ。この東堂明乃、必ずや自らの力でたどり着いてみせます。そうですか。では、お気をつけて。さて、今日の予定はこれで全部ね。で、さっきの人？もう、一体ここはどこですの？あら、先ほどの親切なお方。もしかして、まだ迷ってたんですか？この私に限って、そんなことありませんわ。いいえ、恥ずかしながら、迷ってしまいましたの。ですよね。もしよければ、案内しますよ。あ、案内料はいただきますが。そうね、無念ではありますが、お願いする以外なさそうですわ。はい、毎度あり。では
時給は850円でお願いしますね。私は美冬、これから本屋までのガイドを務めさせていただきます。よろしくお願いしますわ、美冬さん。私は秋野、東堂秋野でございます。ところで、美冬さんは普段からここら辺のガイドをされている方なのかしら？いえ、普段はただのアルバイターです。あ、初めて聞いた言葉ですわ。あ、アルバイトを知らないのですか？そうですね。要するに、いろいろなお仕事のお手伝いをして、お金をもらう人のことです。なるほど。ということは、このガイドも、アルバイト、ということですのね。その通りです。興味が出てきましたわ。では、美冬さんは、他にどんなアルバイトをされたことが？そうですね。ヒマラヤの山岳救助とか、アマゾンの遺跡調査とか。まあ、私もヒマラヤにはバカンスでこないだ行きましたわ。本当ですか？あの険しい山々をお登りに？いえ、スカイダイビングで山頂に降りただけなので、登ってはおりませんの。スカイダイビングで山頂に。でも、アマゾンには最近行っておりませんの。アマゾンにも行かれたことが？ええ、別荘がありますのよ。でも私、虫が苦手なものですから。ヒマラヤでスカイダイビングしてアマゾンに別荘。この人は一体。それにしてもアルバイトって大変そうですわね。ええ、大変といえば、太平洋の海底油田で火災が起きた時の救助のバイトは大変でした。まあ、そんな危険なアルバイトまで？私はあの油田の近くをクルーザーで通りかかったぐらいしかないですわ。そんなすごい方とご一緒できて、この東堂秋野、感激いたしました。東堂、東堂ってもしかしてあの東堂グループ？ええ、東堂グループの跡取り、東堂秋野でございます。道理で話の規模が違いすぎると思ったわ。秋野さん、そろそろ目的地の本屋さんですよ。もう着いたんですの？美冬さんのアルバイトのお話が面白すぎて、まるで瞬間移動したかのようです。喜んでいただけて光栄です。ねえ美冬さん、もしよければまたアルバイトのお話を聞かせていただけませんこと？時給1000万でどうかしら？時給1000万？1000万と言ったら、パック牛乳が一体何本？私としたことが、これは八百屋とかでよくある、お釣り100万円パターン？あはは、秋野さんたら、時給は850万でお願いします。850万？そんなに安くていいの？はい、まさに、お安い御用ですよ。美冬さんたら、お口も達者ですこと。それにしても、美冬さん、今日は本当にありがとうございました。もしよければ、私と、その、お友達になっていただけないかしら。ええ、もちろんいいですよ。でも、本日の案内料はいただきますよ。もちろんですわ。おいくら？1億？ 10億？ 850円です。850円？ 850円というのは、
1万円よりも少ないわけですよね。どうやったら払えるのかしら。小切手でよろしいかしら。小銭でいいですよ。千円札で150円のお釣りでもいいです。小銭千円にお札があるんですの。美冬さん、1億じゃダメかしら。ダメです。850円です。働いた分しかもらわないことがアルバイターの誇りなので。さすが美冬さん、その誇りに感服いたしました。でも850円をどうやったら払えるのか、私には難しすぎますわ。